はい、皆さんこんにちは。ギガのジュラシックワールドへようこそ。さて、今回も行ってみましょう。リクエストね。はい、まだこれ来ないですね。新たな、イグアノドンらしいですけどね。ボスと一緒に来るんかな、このタイミング的に。あと13時間とかなってますけどね。はい、ということで今回のリクエストは、まず肉食で、こっち結構後ろの方なんだよね。さあ、いましたね、ディロフォサウルス第2世代。はい、初登場ですね、リクエストでは。まず第2世代の、ディロフォサウルス、そして、第2世代のパラサウロロフス。こいつももうゲーミングパラサウラっていう名前がね、もう定着しますよね。はい、で3匹目がプテラノドン第2世代ということで、こんな感じで、もう2世代祭り、2世代パーティーという感じでね、はい、リクエストいただきました。はい、こんな感じで行ってみましょうか。結構みんな、あれだな、攻撃力が1000超えてないっていうね、感じですよね。ディロサウルスは体力が結構多いけどね。おー、ちょっと怖いな、これは。ヌンダゴサウルス。おお。しかし、ディロサウルス第2世代かっこいいな。普通に。さあ、交代していきましょうかね。プテラノドン第2世代も、このトサカーがやばいよね。でかさが。でっか。でっかって感じ。おっと。さあ、3から何来る？恐竜交代。スピノタスクス。これは怖いぞ。スピノタスクス。なるほど。これはどうしたものか。まあ、ガードしてポイント貯めますかね。倒されちゃうかな、これ4来たら。しかも順番的に次、きついね。スピノタスクスはきついわ。ゲーミングパラサウラ、いいんだけどね。やっぱこれ交代しておいて、多分今度こう来ないと思うんで、どうだろう。これ攻撃来たら終わりだな。来たわ。うわー、無残な、残酷だわ。残酷だわ。スピノタスクス。残酷だな、本当に。まあ、こんな感じで行くしかないな。ゲーミングパラサウラ。さあ、スコリプテルス。これワンチャンもしかしたらあるかもしれないね。スピノタスクスっていうでかい壁を越えたんで。さあ、何もしてこなかったね。わお、7、7。これは7来そうだな、これ。6。いって、7からの6か。4使うしかないやん。1ガードか。結構、やってくれるね。これはもう倒されちゃうかな、もしかしたら。これはきつい。まあですよね。いやー、ディロフォサウルス第2世代がちょっと死に損だったのがちょっと痛いですね。はい、ということでモッド対戦やっていきたいんですが、このリクエストはモッド対戦の方で特に、やってほしいということだったので、
やっていきたいと思います。モッド対戦だとねだいぶ違うんで、はい。で装飾のゲーミングパラサウラでプテロ第2世代プテラドノンで、モッドが猛毒、サバイバルで回復でバトルをしてほしいと、モッドまでね指定されてるんで、こんな感じで行ってみたいと思います。これはね、なかなか僕もなかなか使わない組み合わせ、回復とかもねなんか使わないしね、回復は毎ターン回復するんだかな。さあ攻撃してこい。お、来た。いて。回復。おー、いいね、回復。回復いいね。はい、猛毒。ちょっと弱いな。ちょっと弱いな。355。355か。なかなかこれは1 食らうけども回復してくれる。いいねこれ。おお、まあ、こんな感じで。おっと、ガードしていない。おお、そしてタピアロサウルス猛毒で続き、さあこれは4来ても死なないかな、多分だけど。どうだ。あー死んじゃうか。さあ、じゃあパラサウロロフス、ゲーミングパラサウラでいきましょう。有利属性なんで、はい、こんな感じですね。よし。でこっちにはねサバイバルがついてるんでね1回の死亡を耐えられるっていうね。おっと、攻撃力下げられた。下げられたけど、まあまあまあ落ち着いて、普通に5マックス。ほら耐えてくるね、さすがに。さあ6か、6来るのか。第2世代インドミナス4。はい、サバイバル発動。死なない、僕は死にません。そして回復いいねこれ、この組み合わせいいねこの組み合わせいいな、普通に。おお、やったねー、ゲーミングパラサラ。この組み合わせいいっすね、普通に。ただサバイバルは1回ポッキーなんでね、そこだけ注意ですね。はい、という感じでリクエストお答えしてみました。面白いですね、サバイバルと回復なんてね。まあ普通に回復がね毎ターン回復してくれるのでかなり、まあ、有用ですね。ちょっとディロフォサウルスのね第2世代のちょっと出番が少なかったのがちょっと申し訳ないんですが、はい、という感じでしたね。本当にモッドなかなか奥深いというかね、普通に面白いね。はい、これはちょっと回復とかめったに使わないんだけど、ほんまに初めて使ったけど、これは面白い本当にいい感じで回復、サバイバルと回復いいかもね。まあサバイバルで立ち、まあ再起して、全回復するわけじゃないので、まあそこの回復量はちょっと微妙かなかもしれませんけどね。
ちょっと微妙。またちょっとワンパンされるっていうね、体力しかないんで。まあまあでも本当にこんな組み合わせもあるんだなということで参考になりました。はい、リクエストありがとうございました。ということで今回はこの辺で終了にしたいと思います。